皆様、こんにちは。日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。オウム写真連携編集部の阿部です。三沢です。今回はですね、受電設備の停電操作の内容についてですね、解説していきたいと思います。はい。で、今度ですね、動画の方で実際に設備を使って、停電の操作を行うんですけども、その前にですね、実際にこう手順で、なぜこういう手順でやるのかっていうのをですね、実際にこちらの、図を使って説明していきたいと思います。で、今度ですね、操作は、こちらの三沢さんの方にしていただけますので、なんか三沢さんもですね、その中で、なんかご質問があればですね、どんどん質問していただければな、というふうに思っております。はい。で、なのでですね、ちょっと一個、ご了承いただきたいのが、これからご説明する操作が絶対ではないです。一部ですね、主任技師の方の考え方によって違うところもありますので、必ずこれが正しいというわけではないので、その点はご了承いただければと思います。ではですね、まずじゃあ、こちらの設備を停電するというときに考えていくんですけども、よく言われるのが、電気を止めるときは、まあ、下から止めていく。で、電気をこう、生かす、電気を戻していくときは上から入れていくっていうふうによく言われます。まあ、例えば、家の分電盤で電気を止めるって想定していただいたときに、いきなりおっとパンって開いちゃうとちょっと乱暴ですよね。なんとなく。で、下のちっちゃいとこから開いていく。まあ、そういうイメージで思っていただければいいのかなと思います。はい、ただ、実際に本当に下から全部やっていくわけではなくて、ちょっと安全性の問題とかですね、あるので、ご説明していきたいと思います。じゃあ、これ全部電気が生きている状態で、じゃあ私がですね、実際停電操作するとしたら、どこから開いていくかってことなんですけども、まずこちらですね。これ遮断器のマークなんですけども、これ設備で言うと MCCB、配線用遮断器ですね。まあ、ブレーカーでございます。これが該当すると思ってください。はい、で、このブレーカーをですね、一個一個こう開いていきます。はい。で、まあ、ちょっと実務的な動画っていう話で言いますと、それこちらにですね、番があるんですけども、まあ、これは実際の設備で停止するときは、あらかじめどのブレーカーが入ってるかとか、デモをしながらですね、開いていきます。例えば元々開いてたブレーカーを、入れちゃうとちょっとまずいこともあるので、ただこうメモをしながらですね、一個一個開いていく。いった状態にします。で、もし可能であれば、その時にこう電流計を見ながらやるといいですね。開く時に電流が減るかどうかとか、ちょっと確認しながらやっていくといいと思います。はい。まあもちろん全部止まってれば理想なんですが、ちょっとそういうわけにもいかないので。で、これで、電灯と動力、どちらも開きました。じゃあ次ですね。次どちらに行くかということなんですが、さあ、ここからがですね、まあ、若干、主任者の方の趣味にもなるかもしれないんですが、はい、これ、例えば、下から開いていくとなると、じゃあ、三沢さん次、どこを開くことになりますか？もし、下からだったら、今、ここを開くとなると。こちらの LBS のあたりだと思います、はい。そうですよね。はい。はい、前回の動画で LBS 実際に物をご説明したんですけども、はい、その時私、これ、回避器の種類どういうものかって、申し上げたら覚えてます。要するに、暖炉器、遮断器、不可解器って3種類に分類できるんですが、はい。これどれだったか覚えてらっしゃいますか？確か、不可解閉器だったと思います。難しいですね。はい。これ不可解閉器なんですね。なんで実は、ものとしては、電気が生きている状態。まあ、極端なこと言うと、ここで電気を使っている状態でこれ開くことはできるんですね。なんですけども、私の場合は、これ、PC や LBS は入れたまま、これとも遮断器を開く。という感じにしています。はい。主任者の方によっては、これ、先に開く方もいるかもしれないんですが、まあ、今のところ私がお話した方は、だいたい先にこっちで開きます。で、これ、なぜだと思います？まあ、なんとなく、はい、遮断器は何の電流でも切れるので、はい、まあ、先にこっちを切っておいた方が安全なのかなっていう感覚はあります。はい、いいですね。おおむね、いいかなと思います。で、ちょっとですね、実際に、じゃあ見せてたいんですが、LBS の方に来て、まあ、これ、もし仮に電気を止めた前に開くと何が起きるのか、っていうのをちょっとご説明したいと思うんですが、ちょっとこちらの方にお願いします。これは LBS が入っている状態ですけども、これ、もし、例えばこの変圧器がブーって言った時にこれ開くとどうなるかっていうと、今これ繋がってないですけども、これ、開いた瞬間ですね、ここで火花がパンって、知ります。はい。これ、でも、ブレーカーで電気切ってるんだから、大丈夫なんじゃないのって思われると思うんですが、変圧器っていうのは、外が繋がってなくてもですね、0時電流っていうのがすでに流れているんですね。その電流を切ることになるので、ここでアークが発生します。もちろん小さいので、全く機能上は問題はないんですが、火花が出るっていうことは、これ、なくて接点が若干、焦げたりするので、あまりよろしくはないんですね。
ね、もちろん PC なんかこれあれですよね。あの、手で開いた時にバチッとかやったらあれですから。怖いです。危ないので、ね。やっぱり基本的には電気ない状態でやるっていうのが、まあ、私の考え方になります。で、ちょっとまた番の前に戻りましょう。はい。で、実際にこの LBS、PC 入れたまま、遮断器を切ります。はい。この段階で、ね、変圧器はもう静かになります。だから、受電したらシーン、いい状態になります。はい。ですが、電圧器はまだ切りが触れています。はい。はい。で、この後、じゃあ、伊沢さん、どこ開きますでしょうか。そう。これ今、しっとってなると、次は今、LBS はもう、開けた。これはまだ、これはまだ入れたままにしておきます。開けたままで。はい。そしたら、入れたまま。はい。それだと、ここの、ダルキーになるかな。ダルキー。はい。はい。ダルキーですね。実は、はい、遮断器を開いていれば、勇気を出せば切れないことはないんですけども、はい。バシャバシャバシャ。なぜかというと、ここに VT が繋がってるんで、はい。こいつのところで電流が若干乗ってるんですね。うん、うん。で、しかも、ちょうど皆さんの草さん、だときてあれなんですよ。あ、こちらです。剥き出しのものなんで、遮断の能力がないかな。ここに直接これを入れるっていうことになるんですね。怖いですね。嫌ですよね。なので、ラム機はですね、基本的にはもう停電してからいただくんですよ。はい。ってなると、こいつです。パスですね。はい、パス。パスを切られています。はい。で、ちなみに、こちらの中なんですけども、この緑の線のところでちょっと区切ってると思うんですが、はい。かっていうと、こっち室内。で、こっちが屋外なんですね。はい。で、パス開くときって場所を離れてるんで、結構声かけをしたりとか、ちょっと電話つなげながら、開きますよとは、パトラシアなんて楽なんですけど、で、開いたりします。うん。それで停電が終わりました。っていう状態なんですね。はい。で、そしたら、次、ダム表記なんです。はい。で、ちょうど今、三沢先生の手順書、ここにしてるんですけども、はい、今までのこのパスを開くっていうところですね。で、実は、パスさえ開いちゃえば、停電操作という意味では終わりになります。これで止まってますんで。はい、じゃあ、この後の操作は何かっていうと、実は安全措置っていう形で私の場合は考えています。うん。何かっていうと、電気止めたいから止めるわけじゃないですよね。はい。偏見とか、作業のために電気を止めますんで、はい、その安全の確保ですね。これをする必要があります。で、そのためにやるのが、暖炉器をまず開きます。はい。で、ただ、この暖炉器はですね、ちょっと危ないので、もし万が一ですね、その暖炉器を操作するときに、まず入れられちゃったら、ずいですよね。はい。なので、必ず、このゴム手なんかですね、はい、これをつけた状態で操作をします。で、じゃあ今、ちょっとですね、この暖炉器は、電気が出てない状態かな。はい。で、ちょっと一回切りますね。はい。で、これで、パス開いた。はい。で、この状態で、ダウンロードを、まぁ、ちょっと今日は電気止めてるので、すでに開きますが、この手なんかで、これで開きます。まぁ、電圧がね、ないことを確認してれば別に、普通に開いちゃっていいんですけど。はい。で、これで、操作という意味では終わりになりますが、実際にはこの後ですね、安全措置ということで、短絡設置ですね。で、一定の工事機能も出てきますが、これを行います。はい。はい、で、短絡設置っていうのは何かというと、まあ、こちらにですね、この設置用の器具があるんですけども、ちょっと早速重く見てください。はい、これも重いんですよ。あ、重たいですね。重いですよね。はい。そうなんです。それがっちりしてますね。はい。はい、すごい太い線になってます。で、これはですね、なんか、これが真ん中で、よし。三つですね。で、短絡してやって、で、ワニ口とかですね、これが三つありまして、これ、全部繋がっています。はい。短絡設置器具って言うんですけども、はい。これをですね、この暖炉器の上につけるんですね。暖炉器の上につけます。これつけると、何がいいかっていうと、もし間違って作業中に、数を入れられてしまった。その時、ここまで電圧が来るんで危ないですよね。はい。でも、これをつけてれば、パス入れた瞬間に散らくってなるんですよ。うん。これちょっと不思議なのが、混濁してるんですけども、まず散らくになるらしいんですね。そうですね。私もこれ、知らなかったんですけども、まず散らくになりますよっていうふうに言われました。へぇー。なんでかってわかんないですけど、ちょっと電気の不思議ですね。はい。はい。散らくで飛ぶらしいんですよ。はい。で、パスがガーンと開いてくる。らしいです。あ、そうなんです。らしいです。へぇー。だから、混濁になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。はい。はい。なんですね。で、これを短絡設置してるということですね。ただ、これでですね、必ずやんなきゃいけないことがあります。はい。これ、本当に、うん。うん。止まってるって。電気ってい状態でつけちゃまずいですよね。はい。なので、必ず、これ、失礼だね。この剣電気ですね。これを使って、電気、つけないかどうかっていうのをチェックします。
で、チェックをして、大丈夫だなってなってから、設置をつけるという状態になります。はい。ちなみに、このタムラ設置つけるとき、必ず守らなければいけない基準があります。はい。はい。これはもう、絶対ですね。じゃあ、伊沢さんにちょっと質問なんですが。はい。設置つけるとき。はい。これ必ずスタンダード設置の、例えばここが設置局だとしたら、はい、これつけるんですが、はい、設置側からつけるか、上からつけるか、どっちでしょう？どっちでしょう？設置側からだと思います。正解です。素晴らしい。たぶん伊沢さんは言っていられると思います。ありがとうございます。これ本当にですね、電路側からつけちゃうと、死にます。もし、万が一何かあったら。電気が、もし、来てたら。そうです。で、もちろんですね、高圧のゴムテナもするので、乾電じゃないんですよ。はい。たぶん伊沢さんですね、もし間違ったら、ボーンと吹き飛ぶことになります。そう。まずいか。短絡設置ですよね。はい。電路側から、夜に一緒ってつけたら、あ、短絡電流がここに、そうです、流れる、これ。これ、パーツつけてないんで、電池などに短絡になるんですよ。ああ。さあ、三沢さんの手元で6600ボルト短絡したんですね。それは。ちょっと想像したくないですよね。そうか。はい。なので、必ず、設置からつけます。はい。で、外すときは、必ず電路から外します。はい。これは、結構、うやむやにする方が多いんですけども、絶対に守らなきゃダメです。大事なことです。はい。やってるときに、パス間違って人が入れるとかも、限られる可能性ゼロに近いですけども、でもゼロじゃないので。はい。はい。これは絶対守らないっていうことですね。はい。ということで、今、停電操作の話をしましたけども、副電はですね、これの逆順になります。はい。で、副電のときに必ず守らなきゃいけないのは、外してるかどうかですね。ですよね。よくですね、これをつけたまま電気を送ってしまう、はい、事故がしょっちゅうあります。はい。で、これ実は現場の主任技者の方にまた聞いた話なんですけども、こいつつけっぱなしだったらセクターに散らくになるんですけども、なんかですね、細いワニ口クリップでここ、短絡して、手時に生かしたら本当に短絡になってですね、はい、そこでボーンと出てしまった、もう聞いたことがございますので、なので必ずこの、短絡設置が外されていること。これを確認をいたします。はい。はい。で、生かす前にですね、この LDS とか PC はもう全部入れて。はい。で、短絡設置を外して、ないことを確認して、暖炉器を入れて、で、電源準備、完了。で、上から生かして、という状態になります。はい。ちなみに、生かすときですね、遮断器は、もちろん開いた状態で、私の場合は生かします。はい。はい。まあ、中にはですね、なんか遮断器先入れたからパス入れる方も何人かいらっしゃるらしいんですけども、ちょっと私はそれは嫌だなと思っているので、はい、遮断器を活かして、電圧がくれたことを確認してから遮断器を入れるという状態にします。はい、ちなみにこの遮断器入れるときですね、結構大きい音がします。バネの音じゃないです。変圧器からブーンっていうような量がするので、必ず声かけをしているという状態で行う。はい。ということですね。じゃあ、次回の動画でですね、実際にこの、伊沢さんにこの操作ですね、送っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、なんかご質問ありますか？では、はい。もう一度、この遮断器と、はい。不可解兵器とパス、はい。の、なんか、どれがどの電流を切れるのかがちょっとまだ、なんか明確で、はい。もう一度教えていただければ。承知いたしました。はい。はい。では、まず、不可解兵器は3種類。性能が低いって言ったら困るんですけど、これ順で言うと、暖炉器、不可解兵器、遮断器の順番です。で、暖炉器はここについてますけども、これはもう基本的には電気を切ることができない。思ってください。で、身の回りに言うと、コンセントのプラグだと思ってください。なんか、木の電気が入ってる状態のまま、コンセント抜く人いないですよね。抜いたことある人は分かると思うんですが、暇なんかパチンと散りますので、はい、危険でございます。で、今度、不可解兵器。まあ、ここで言うと、LBS や、このパスですね。はい。これらは何かっていうと、身の回りで言うと、壁の、照明のスイッチだと思ってください。で、これらは、不可電流は切れるので、不可解兵器というふうに言います。で、最後、遮断器ですね。これは、短絡電流を切ることができる。はい。要するに、ブレーカーですね。サキットブレーカーだと思ってください。何でも切れるって考えていいですかね。基本的には何でも切れる。はい。すごく厳密に言うと、遮断器にも、遮断電流の、上限が決まってます。で、まあ、この遮断器は、例えば1万アンペアまで切れますよ。こっちは2万アンペアまで切れますよ。はい。それがちゃんと、設計上ですね、切れるかどうかっていうのは、ちゃんと計算する必要があります。うん。はい、厳密にはですよ。はい。はい。っていう感じでございます。はい。大丈夫です。はい。はい。あ、ちなみに、先ほど、変圧器がブーンってなるっていうふうに、はい。解説いただいたと思うんですけど、はい。その原因は何でしょう？はい。
この変圧器のですね、音がこう、はじめブーンとなる原因はですね、0時突入電流っていう、はい、電流が流れます。変圧器のですね、0時回路。まあ、0時回路というのはこう、まあ、磁気を作る回路だと思っていただければいいんですが、はい、はじめそこ何も流れてない状態なんですね。で、そこに、電流が流れることによって、その磁気を作る。まあ、その時ですね、はじめこう、ちょっと大きい電流が流れる。まあ、要は安定するまでですね、流れるというのが0時突入電流というものになります。なるはい。で、なるのは、なんでしょうね。巻線とか鉄心が震えてるの？そうですね。はい。鉄心が震えてます。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。ですね。今回の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。